り酔いどレディオ、酔いどレディオ DJ 風宮まつりです。皆さんこんばんは。前にね、ずっと1週間に1回とか2回とかこの酔いどレディオって企画としてやってたんですけど、一回それを中断してまたちょっとしゃ緊張してる。またちょっと寂しくなって、いや、ラジオをやりたいなと思って、この度ちょっとまた復活、酔いどレディオということでラジオを作ってみることにしました。イエーイ。はい、前はね、酔いどレディオはゲストさんを招いて毎回放送をしていたんですが、今回からは基本私一人で生放送をお送りして、たまにね、急にゲストさんが来るといった形の生放送にしていこうかなと思います。まあね、誰を呼んでほしい、誰々とコラボしてほしいみたいなのがありましたら、ぜひたくさんご投稿していただければなぁと思います。よろしくお願いします。何喋ろう、久しぶり、このなんかこうラジオみたいなやつ。まあでも基本的に今回のラジオは音声のみでお送りする形にしたいなと思って、前やってた酔いどレディオは全身フル 3D でお送りしていたんですが、ちょっとね、今回からのラジオは、まあ、みんなが夜お布団に入ってからうとうとしつつ聞いてくれたらいいのかな、なんて歩きながら聞いてくれたらいいのかな、なんかこうね、スマホの画面見てなくても聞いていられるようなラジオにしたいなと思って、何の動きも一切ございません。まあでも私がね、どんな動きをしているのか想像しながら聞いてくれたら嬉しいなと思います。別に普段そんなに動きながら喋ってるわけじゃないけど、でもね、まあ、じゃあ例えば、じゃあ今何してるでしょうか。面白くないですよね、ごめんなさい。今ねちょっとこう画面に向かってピースピースしてました。はい、まあね、こんな感じでゆるっとラジオをお送りしていければいいなと思います。で、今日もコーナーを2つ用意しているので、一緒に楽しくお送りしていけたらいいのかなと思います。みんな今何してんの、この時間はみんな何してんの。結構ね、私は何してるかな、いつもこの時間。まあ、でも生放送がない日は割ともうこの時間はお布団に入ってうとうとしたりとかしてるかな。だいたいね、私ね、夜起きてる時は結構遅くまで起きてるんですけど、基本的に21時以降からもうね、眠いモードに入るんですよ。だからいつも生放送してる時も実は、眠い、いつでも寝れるって状態なんだけど、まあでもね、まあ、お仕事モードということでピッと切り替えてやってますけど、基本的にね、もう何にもないって日は21時にはもう布団に入って、うとうとネットフリを見たりアマプラを見たりしておりますね。あ、そういえば最近ね、ナルトをまた少し前からアニメを見始めたんですよ。そう、ナルトずっと好きだって言ってはいたんですけど、実はアニメはそんなに見たことがなくて、基本的に漫画勢だったんですよね。で、なんかせっかくだからアニメを見ようかなと思ってネットフリでアニメを配信してたので見てみたら、いや面白いじゃないですかやっぱり。漫画を読んでるとアニメ版にちょっとこう幻滅したりとかしちゃうのかななんて思ってたんですけど、全然そんなこともなく、もうしかもネットフリってオープニングとエンディングをはしょってくれんのよ。そうだからね、もういい感じのテンポでスイ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 とね見ていけるんですよね。いや、もうやめ時がわからんです。みんなもぜひおすすめのアニメがあったら教えてください。私ね、ネトフリとアマプラがメインかな。フールも入りたいな、 D アニメストアとかも入ってみたいな。
お待ちしてます。ということで、今日も楽しくラジオをやっていきましょう。レッツラゴー。ヨイドレディオ神様あのね。改めましてヨイドレディオ DJ 風宮まつりです。はい、神様あのねは基本的に、まあ、普通のラジオで言うと普通歌みたいなコーナーでやっていこうと思います。そう、ラジオの募集のやつが全然こうあんまり人が集まってねえんだわっていう投稿少ないんだわっていう相談をねちょろっとしたら、めっちゃみんな送ってくれて、でもちょっとね逆に選びきれなくなってしまいました。本当に皆さんたくさんの投稿ありがとうございます。あのねもうすごく嬉しいです。恵まれてますね私。はい、まあでもそんな中ちょっと気になるのを今日はピックアップして紹介しようかなと思います。ではどんどん行きましょう。一つ目、ラジオネームみゆるさん。神様のね、まつりちゃんこんばんは。温泉が好きなのですが、このご時世なかなか旅行に出かけられません。青空の中温泉で癒されるのはいつになることかと思いつつ、家のお風呂で我慢しています。最近は入浴剤をいろいろ試そうと思っているのですが、神様は入浴剤を使いますか？もしおすすめがあれば教えてください。いろいろ良さそうなお風呂アイテムもついでに揃えてみようかと思いますが、こちらもおすすめがあれば教えてください。なるほど、温泉ね。いやもうね、配信でもよく喋ってるけど、私温泉好きなんですよ。もう温泉まんじゅうと温泉がセットですけどね。あとお酒でもあれね、お家でも私お風呂入るのが好きで、一日ね、まあ、1回は必ず入るんだけど、多くて3回とかお風呂に入ったりしますね。うん。で、もちろん入浴剤を使うのもすごく好きで、入浴剤ね、そうね、いろいろ使っていろいろな入浴剤いいなと思ったけど、結構ね好きなのは最近だとね、ゲルマバスだったっけな、ゲルマバスっていうやつと、あとあのキキユの会社が出してるなんかヒートとかいう入浴剤が結構ハマってるものになりますね。でもなんか入浴剤も種類があってさ、お風呂に入る目的が半身浴なのか、こう本当にこうリラックスするために入るのかみたいなのでもね変わってくると思うんですけど、入浴剤ね、私半身浴するときは今言ったヒートってやつと、あとなんだっけ、私なんて言った、あ、そう、ゲルマバスゲルマバスってやつを使ったりとかしてますね。うん。で、逆にね、リラックスしたいときはなんか温泉の素みたいな、なんか温泉の素、なんか温泉シリーズみたいなあるじゃない、なんか草津とか伊香保とか、あと箱根とか、なんかこう、なんていうの、なんか切り絵、切り絵じゃない、なんか版画みたいなさ絵のパッケージのやつ、なんだっけ、温泉の宿だっけ、旅の宿だっけあの切り絵みたいなパケの粉の入浴剤がすごく好きです。あれ、本当の入浴剤、あの温泉が入ってんの違うのかな、あれなんか本当の温泉は入ってないか、さすがに。でもあの匂いがねすごく好きなのよ、あのシリーズ。あれは何の匂いなのかなあの、おそらく、まあ、基本的にフローラル系の匂いな気はするんですが、まあ、フローラルな香りだったり、多分ヒノキっぽい香りもね、多分入ってたと思うんだよね。なんかちょっとこう、基本的になんかこう、優しい香りがする入浴剤で、それがね、すごく好きで、買ってますよく。あの、ドラッグストアとかでもさ、そんなに入浴剤の中でも高いものでは、なかった気がする。うん、そのシリーズが結構好きで使ってますね。あとね、私ね、なんだろう、お風呂アイテムか、まあでも入浴剤はお家にね、さて何種類かストックして気分によって使い分けたりとかしてますね。うん。あとね、好きなお風呂アイテムは、私ね、石鹸をいつも 2,3 種類置いてこう楽しく使ってます。なんかちょっとこう意識高い時に使うようなこう石鹸と、
まあまあまあ、なんかボン用汎用汎用の石鹸と、あとなんだ、あとなんかちょっとこう試しに使ってみようかなと思って買った石鹸とか、なんかこう気分によって体を洗う石鹸を変えてみたりとかして、こう楽しくお風呂で過ごしてます。あとね、お風呂入ってる時はハンドタオルをお風呂に持ち込んで、こうあったかいお湯を染み込ませて、お風呂でくつろぎながらお顔にハンドタオルあったかいの乗せて、あー気持ちいいよってめちゃめちゃリラックスしてます。よくね、お風呂でスマホいじったりとかね、こう映画見たりとかする人はいるような気がするんですが、私はね、まあスマホいじる時もありますけど、基本的にお風呂入る時はリラックスしたいので、もうちょっとスマホ遮断タイムですこう目とかにあったかタオルを乗せてゆっくりじんわり過ごしたりしてますね。うん、なのでミュールさんはそうね、まあいい香りのする入浴剤と、ちょっと気になってる石鹸だとか、こう触り心地がふわふわするようなタオルを揃えてみるといいかもしれないですね。はい、よろしいですかじゃあ次のふつおたに行こうかなと思います。どれにしようかな、なんかいっぱいありがとう本当に。じゃあこれにしようかな。ラジオネームカフェネコさん。神様、あのね、最近筋トレのモチベーションが上がりません。まつりさんのモチベーションを上げる方法を教えてください。筋トレね、いやわかるよ、あのね、モチベーション維持するのって本当に大変なんですよ。でもやっぱり私自分でカレンダーにシールを貼ったりとかしてます。筋トレできたっていう日に、なんかよくできましたシールじゃないけど、ちょっとこう文房具屋さんに行って、ちょっとこう、あ、これ可愛いじゃんっていうシールを買って、筋トレをしたぞっていう日は自分へのご褒美にそのシールをカレンダーにペッと貼るようにします。そうするとなんかこうだんだんカレンダーにシールが埋まってくるんですけど、その中でも筋トレができなかった日っていうのが空いちゃうんですよ、シールが。そうするとさ、なんかちょっとさ、嫌じゃん、なんかコンプリートしたいじゃん、せっかくだからだからどうしても疲れちゃったなとか、どうしても今日モチベーション上がんないなって日は、最低限スクワットを50回やるとか、なんかちょっとこう最低限これはやろうっていうのを1個決めて、最低限でもクリアできたらシールを1個貼るってやるとモチベーションが下がらないかなと思います。あとはね、ちょっとこう YouTube とかで超かっこいい動画を見たりとかするかな。私はね、笑われちゃうかもしれないけど、よく YouTube でミランダ母さんの動画を見たりとか、あとビヨンセのクレイジーインラブのコンサート映像を見たりとか、なんかちょっとこういい女の俗に言ういい女の動画を見てモチベーション上げたりとかしてます。あとはちょっとこう意識がちょっとね、お高い意識がちょっとこうお高い人たちの動画をちょっと見てみたりとかして、まあ基本的に私はその筋トレ系、なんかフィットネス系の動画とか見てモチベーション上げたりしてるかな。あとはちょっとこう中二チックだけど、ちょっとナルトのアクションシーンとかを見たりとか、アニメのね、ちょっとかっこいいアクションシーンを見たりとか、あとは映画、まあ実写系の映画で言うとプラダを着た悪魔って映画を見たりとか、ちょっとこう意識がちょっと上がるような映画を見てモチベーション上げたりとかしてるかな。あとは食べ物とか、ちょっとスーパーに行った時にちょっといつもと違う野菜を買ってみたりとか、いつもと違うフルーツを買ってみたりとか、ちょっと新しくこう食材として取り入れてみようかなって、ちょっとこういつもと違うちょっといいものを食べてみたりとかしたりとかしてますね。いいものって言ってもなんか全然すごい高いものを食べるってわけじゃなくて、ちょっとこういつも買ってるこっちの野菜じゃなくて、ちょっとなんか2、30円お値段高いけどこっちの有機野菜をちょっと買ってみようかなとか、なんかそんな感じで小さなことでちょっと意識を変えてみるタイミングを作ったりとか、ちょっとこうきっかけを自分にこう与えてあげるっていうのをやったりしてますね。あとは筋トレプレイリストみたいなのを作ってあげるといいかなと思います。筋トレするときにこういい音楽とか聴きながら、かっこいい音楽とか、多分モチベ上がる音楽ってあると思うんで、そういうの聴きながらトレーニングするといいかなと思いますよ。うん、
いいかなこれで。私もね筋トレプルプレ筋トレ筋トレプレイリストはよく自分でいろいろ作って楽しくやってます。はい、いいですか。ぜひぜひ、筋トレ私本当大好きでよくやってるので、ぜひぜひいろいろ質問送ってくれたら嬉しいです。ということで今日の神様あのねのコーナーはこのくらいにしようと思います。引き続き皆様からのたくさんの投稿をお待ちしております。風宮まつり酔いどレディオ、続いてはこちらのコーナーをお届けします。神様語って。はい、こちらのコーナーです。ではですね、神様語ってということで、皆様にいただいたトークテーマに沿って私風宮まつりができるだけ語る、いろいろいっぱいおしゃべりをするといった企画でございます。イエーイ。テンション低い。イエーイ。はい、で、今回もたくさんトークテーマをいただいたんですが、今回はこちらにしようと思います。ラジオネームクキさん、神様語ってお酒が好きになったエピソードを知りたいです。なるほど、いいですね。もうこれぞ私風宮まつりの原点なんじゃないでしょうか。でもお酒でしょ、皆さん私がお酒めっちゃ好きなのすっごい知ってると思うんですが、なんでだと思います？好きなのに理由は実はそんなになくて、単純にうまい。お酒ってうまい。美味しいですよね、お酒本当に。日本酒、ワイン、サワー、カクテル、果実酒、もう本当いろいろ飲むんですが、まあ、中でも日本酒が好きで、何がきっかけなんだろう。確かに私も考えたことなかったよ。きっかけか、エピソードでしょ。でもエピソードは、でも私ね、お酒を飲めるようになってからしばらくはそんなに別にすごい好きってわけじゃなかったんだよね。なんかなんだろう、お酒が好きってよりかは、こうお友達と一緒に居酒屋さんに行っておしゃべりをしながら美味しいものを食べる、でそこにお酒が入ってきて、ちょっとこう気持ちがね上がってきて、いつもより打ち解けた話をしたりとかできるみたいな、あの空気感の方が好きだったんですよ。先そっちでした、好きだったので。ただね、もともと食の趣味というか、なんか好きな食べ物が小さい時から若干のんべえチックだったんですよ。だから多分ずっとねその気はあったんですよね、おそらく。もう小さい時って言っても、まあ、そこまで小さくはないですけど、小さい時からなんかこうちょっと大人に分けてもらったイカの燻製のさ、なんかイカくん、なんかイカのさ丸い輪っかのあのおつまみあるじゃん、あれをねもうすっごい美味しいなって思ったりとか、チーズって言ってもスライスチーズじゃなくて、ちょっとだからこう周りの大人がこう食べてる、お酒と一緒に食べてる、四角いホロホロするチーズとか、三角のチーズとか、なんかね、あとサラミとか、なんかこうそういうお酒のおつまみみたいなのにすごくこう美味しさを感じてて、あ、これ美味しいみたいな。美味しいこれみたいなね、そういったのんべえチックな食癖、なんか食食べ物の趣味の癖というか食癖が。あったりしたから、多分もう私がお酒好きになるのはもう運命だったんじゃないかななんて思っております。あれとかすごい好きだった、酒とば、なんか酒とばってなんかこう
新潟の方とかちょっとこう地方物産展みたいなやつに行くと割と長い鮭とばが売ってるんですよ。なんか30センチとか50センチぐらいある鮭とばが売ってたりして、もうそれを買ってもらって、それずっともうずっとそのずっとその長い鮭とばをカジ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 してんのが好きだったんですよ。お酒飲めないんですよ、でもそうだからなんだろう、しょっぱいものが好きっていうか、なんかそういうわけではなく、そういうお酒好きの人がお酒のおつまみにするようなお菓子がすごく好きだったりとかしてましたね。だから始まりはそこでしたね。なんかこうそういうものを好きなまんま成長して、で、まあ、自然にお友達と居酒屋に行ってお酒を飲むようになり、で、あ、私が好きなこれと合うじゃんみたいな。なるほどね、これお酒と合わせると合うじゃん、いやそりゃそうだよね、おつまみだもんみたいな流れが何回かあり、そこからこのおつまみにはこっちのお酒の方が合うんじゃないとか、このおつまみにはこれはあんまり合わないんじゃないかなとか、なんかそういうのを考えながら飲むようになって、でまたそのうちへえこのお酒美味しいなぁなんて思って日本酒とかね調べてみたら、あ、こういうストーリーがあってこのお酒ができたんだとか、へえこういうお酒にはこういうおつまみが合わないって俗に言われてるんだとか、なんかそういうなんかこうお酒のことを調べていくうちに、知っていて飲むと余計楽しくなるみたいな知識とかも得始めて、そこからすごくこう好きになってた感じですね。で、好きになったエピソードか、あとはまあでも一番初めに好きになったお酒が新潟のあの八海山だったんですよ。入り口は八海山と、あと高千代と、あと定禅水の如しそのね3つが一時期私のてかもうお酒飲み始めた頃の私の3トップだったんですよ。で、あ、日本酒美味しいじゃんと思ったら、日本酒ってすっごい種類があることに気づいたの。で、そこからいろんな日本酒を飲み比べてって、あ、全然味が違う、地方によって全然味が違うじゃんとか、それこそじゃあ流行ってる獺祭飲んでみて、あ、獺祭これが流行りの獺祭かって思ったりとか、そう、そういうなんかこう小さな感動だとか、小さな発見とかを重ねてって、どん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 お酒を好きになってった感じですね。まあでもあとはやっぱり一緒にご飯を食べるお友達とこう打ち解けた時間をお店で過ごすっていうのがすごく楽しかったりとかするから、そうですね、なんかお酒を飲む場も好きだし、お酒一つ一つに込められてる思いだったりとか、こうドラマみたいなものを知って飲むのがすごく楽しいなと思ったりとか、あとはお酒の当てになるような食べ物がもともと好きな舌をしていたっていう、だからもうそういう食癖だったっていうのがあるかなと思います。やっぱりなんか美味しいんだよね、お酒のおつまみって。なんであんな美味しいんだろう、なんかお酒飲まないであれだけ食べてても美味しいもん、うん、謎よね。で、やっぱ最近だとね、自分でいろいろおつまみを作れるようにもなってきて、さらに自分でこう好きな組み合わせを作って、ペアリングっていうんですね、ペアリングを考えて飲んで、あー楽しいの繰り返しができてきたので、もう以前よりもどん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 お酒のことが好きになっている感じかなと思いますね。うん、どう語れた私そう、まあでも本当にお酒は、お酒も好きだし、お酒にまつわるなんかこうお酒に寄ってくるこう楽しいことみたいなのがすごく好きだったりとかしますね。うん、今後もね、いろいろお酒については勉強していきたいとも思うし、お酒ってなんかこうあんまりいいイメージないんだという人もやっぱり一定数いらっしゃるから、そういう人たちにももっとお酒って本当はこういう面もあってすごく奥が深いものなんだよとか、飲むとこういう効果もあるんだよとかね、飲みすぎは良くないですけど、まあ、ちょっとこうお酒のポジティブな面みたいなものもこの活動を通して広めることができたらいいのかななんて思っております。以上お酒インフルエンサー風宮まつりの意見でした
ということで、こちらのコーナー以上でございます。皆様またたくさんのご投稿をお待ちしております。以上、神様語ってのコーナーでした。お送りしてまいりました、風宮まつりの酔いどレディオ。放送もあっという間に終わりのお時間となってしまいました。番組内ではたくさんのお便りをお待ちしております。神様あのねのコーナーでは神様へのふつおた、神様語ってのコーナーでは神様に語ってほしいトークテーマを、神様無茶ぶりのコーナーでは神様に読んでほしいセリフやシチュエーションの無茶ぶりをお待ちしております。番組ではランダムにコーナーを行っていきますので、どんなコーナーが出てくるか皆さんお楽しみに。風宮まつりは YouTube、Twitter、Instagram で活動をしています。ぜひたくさんのご登録お待ちしております。いいね、この告知コーナーな感じ。いやー、なんか配信の告知とかもした方がいいのかなね。じゃあ配信の告知は今週の配信スケジュールを見て、配信にも遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。あとはもう本当にたくさんのお便りをお待ちしてます。あの URL を Twitter に定期的に貼ろうと思ってるんですが、基本的に同じ URL で募集をかけているので、そちらで投稿をたくさんしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ピンのね、企画も用意してるから、投稿じゃないコーナーも今後出てくるかもしれないです。はい、ということでエンディングでございます。皆さんいかがでしたか？楽しかったですか？まあね、結構ゆるっとした企画でございますので、まあマイペースに自分の好きな感じで特にこう絶対この曜日にあげるっていうのもね、ちょっと慣れるまでは決めず楽しくやっていこうと思います。たくさん聞いてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。